うわこれどこ外すんだっけな。フロリバやめて。皆さんこんばんにちは。今回例年通り株を冬眠から覚ますよ。バッテリーは取り外しておいたから寒さにはやられていないかな。ところがは非常に風も強く雪も降っており体感温度は低くて、素晴らしい天気となっております。ちょっともうやめてくんねえかな。前日に猛吹雪になったよ。そろそろ降らないと思っていたからカウンターパンチをもらった感じだね。さてバッテリーを取り付けるにあたり自分の株はシートを外すよ。これは別の株のシートを流用しているからだよ。普通はない作業だから安心してね。シートを取る作業自体は簡単だよ。なんでこんな寒い日に交換するかっていうと、もうずっと寒いんで交換しちゃいます。もうね、冬将軍がはしゃぐんですよ、この時期は。ちょっとやってらんないんで。冬将軍の機嫌を取りながらやるのは不可能なので。もうとっととやってしまおうと。でもまあバッテリーとりあえずつけるだけなんでそんな大変じゃないんですよね。これどこ外すんだっけな。ここだっけ。全然関係ないんですけど今度ですねテレビで電力メイキングっていうテレビがあるんですけど、そこでですね、今度スーパーカブの番組っていうのかな。スーパーカブがカスタムされるっていう番組がですね、放映されるんですよ。ぜひとも見てみてください。まあどんなのか、どうなるのかわかんないけど、カブがテレビに詳しく紹介されるってあんまないですからね。来週の金曜日かな？深夜放送なんてね、すごい時間にやるんですよ。多分1時とかかな？少なくとも自分のところはそんな感じの時間帯にやるんで、まあ録画とかでもいいのかもしれないけど、鉄株をなんかカスタムするらしいんで、楽しみですね。この余計な配線はあれですよね。ライトです。サブライトの配線ですね。なので普通だったらこことここだけで OK です。さてつくかなと。もう OK ですね。おお、これはねもう FI は素晴らしいですね。いや、何日ぶりだ？何ヶ月ぶりなのに、一発。あとはシートを戻して終わりですね。シートとカバー戻し中。この後、暖気が終わったら、ちょっとオイル交換でもしようかな。リアボックスがないから、リアボックスもつけないといけないんですけど、なんかないならないでいいかなって思っちゃうんですよね。今度はカブプロの方も交換します。まあ、やることは変わんないんですけど、全然関係ないけど、この前の地震は、皆さんどうだったんですかね。自分はタイミング悪くて最悪なところであの地震にあったんですけど、あのお風呂場で地震にあるっていう人生で初の体験をするというね、なかなか怖かったですけど、その時の動画があるのでご覧ください。やべ
うわマジか、勘弁して。うわうわうわやべ、ちょっと待って、マジかよ。うわやべ、うわ焦った、ちょっと待って、うわすっげー揺れてる、ちょっと、いやいやいや、ちょっと待ってくれ、皆さんはあの時どこで地震にあったんですか。ちなみにその後弟にその動画を見てたら爆笑されましたね。揺れた。タイミングクソ。クソはロッカー。すげえ怖かったわ。水の中ってすごい揺れがわかるのな。湯船に入ってるとか珍しいな。にしてもクソワロタ、なんか知らんけどクソワロだって。もうふざけんなよって言いたいところですけど、そういうのがですね、笑い話になるのは全然ありなんですよ。これが笑い話にならないとシャレにならないですね。ただね、お風呂に地震があるとね、すごい揺れがわかるんですよ。ちょっとした揺れでもね、めちゃめちゃね、水が揺れを感知するんでね、その揺れをさらに体が感知するんで、すんごいわかるんですよ。ビビりましたね。しかも、あの時の地震、なんだろう、一回ちょっとね、ちっちゃい地震があって、ちっちゃいっていうことじゃないんだけど、その後に本物が来るっていう、まさかのね、隙を見せないね、あの二段構えの、お前謙信かよって、なんかああいうのやめてほしいです。ちょっと、ごめんとか。さあ、カブプロさんも生きてればいいんですけど、大丈夫そうですね。寒い寒い、開けごわ。オイル交換の道具を探しに来たんですけど、どこだっけな。もう雪のうざさ、この雪ほんとマジでぶち壊しちゃってたんですよ。まあ綺麗なんじゃないかな。オイル交換時の量は 0.8 リットルです。まあ、バッチリですね。ここの間に入ってればいいんだっけかな。
まあまあ大丈夫っしょ。カブプロの方も、同じことをしてきます。なぜかこのカブプロはですね、このようにマグネットがついていて、結構汚れてる感じ。絶対ノーマルじゃないんですよ。これ穴開いてるんですね。これレースとかで外れないようにここにワイヤリングするようなやつなんじゃないかなって思ってるんですけど、なぜこんなのがカブプロについてるのかよくわかんないんですけど、それにしてもね、本当にね、天候がクソですよ。クソなんて言っちゃいない。天候がですね、クソですよ。3月っていうとね、地域によってはもう春のイメージかもしれないけど、もうね、東北はね、3月はね、冬ですよ。バリバリ冬ですよ。誰が何と言おうと冬。1月2月の一番寒い時に比べたら、ちょっと暖かいんですよ。確かに暖かいんですよ。ただ、それはマックスと比べた時に寒いってだから、暖かいってだけがあって、実際は寒いんですよ。なので、地震の時もね、お風呂場から出なかったのは、寒すぎるっていうのが原因がありまして、お風呂にいる時の地震って、出るのが正解か、そこに留まるのが正解かっていうのは、なんかネットで調べたんですけど、どっちも正解なんですよ。でかすぎる時は、その場に留まりましょうって書いてあるとこもあれば、裸でもいいから逃げようっていうとこもあるんですけど、裸で外に出ると、今時期の夜は死にますね。凍死です。なので、裸では出ないようにしましょう。カブプロのオイルは 0.8 リットル。よっしゃ。冬眠起こしが完了と。あとは乗れるか乗れないかって言ったら、ちょっとまだ乗れないですね。この雪と風、寒さでは。いやいやいや、急にですよ、急に。地震の後とかに、急に天候も悪くなるっていうね、本当にね、3.11 を思い出すかのようなね、ひどさですよ。あの時もですね、寒かったんですよ。めっちゃ寒かったんですよ。いきなり吹雪いたりもしたんでね。雪の降らない地域の人から言わせると、こんなの CG だろっていうぐらい、いきなり吹雪いたりするんですけど、雪って、本当に吹雪くんですよ、あっという間に。晴れていても、秒で変わるんですよ。なので、まあ今時期の天候特にひどいかもしれない。すごいね、積もったりはしないんですけど、風が強いんでね、もうとにかく吹雪くんですよね。なので、皆さん気をつけましょう。いいね、寒い。ちょっとやる気出ないですけど、冬勝負いい加減にしろよ。しばらくしたら乗れるかと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら別の動画も見てね。